臨海線の方デカール書きましたんで、今回はね、じゃあこいつの方やっていきましょうかね。ポケモンの新幹線トレインなんですけども、よいしょ。今回やるのはね、こっちになります。ドンと。200系新幹線ですね。まあ、ちょっとこいつ一部外しなかったりでね、まあ、その外しは、今度取り寄せるとして。まあ、一応ね、新たに、今回ね、200系の、J60 番って編成なんだ。まあ、ちょっと詳しい編成番号はね、知らないんですけど、まあ、どうせ1000番台の編成なんで、まあ、どうせ大差ないでしょっていうね、クソみたいな理由なんで。昔の新幹線はね、祖先行したりしたんですけど、今の、新幹線は基本的に祖先行はしないんで、一発警報で。なのでね、多分大丈夫だろうっていう、甘い目論みで、今回ね、こちら200系新幹線のね、J2 編成、まあ、1個ね、お邪魔にしていきたいかなと思います。ちなみに、こいつ自体、車番いつだろうな。ちょっとお待ちくださいね。1018だな。E2K、編成表。あった。E2K の編成表なんですけど、1000番台、あったこれか。ちなみに俺のこれがね、1018っぽいんですけど、1018、J の68番ですね。だからまあちょうど J の60番、まあ同じ1010番台なんで、まあ1000番台なんで、まあ問題ないだろうという甘い目論みでございます。よしと。じゃあケースから出したものちょっとですね、追い切れないんで。よしと。よく。で、一応ね、デカルもカッティングしながらやっていきたいかなと思います。200系新幹線じゃなくて、J、あ、落ちた。よし、このデカルですね。一応これね、号車番号でね、分かりやすくしてもらえてるんで、このままね、まあ、切って貼っていくだけで、シンもいいよな。そうですね、下から順じゃあ、切って貼っていきましょうか。まあ、今回はね、切る作業も、ね、ありますんで、ちょっとご了承くださいませ。さすがにこれね、でかいんで、気をつけながらやらないとね、おしゃかりしちゃうともったいないんで。まあ、本当はなんか半分に切ったりはしてもいいんですけど。こんな感じかな。そうですね、2号車まで一旦まともに一緒に切ったんで。ちょ、一部の顔面なんかはね、切り刻んじゃうんで。うわぁ、ちょっとピチューの足切れたかも。大丈夫かな。すげえギリギリっすね。もうちょっと上できればよかったな、失敗した。これどこなら真っ二つでできるんだ。ここか、ちょうど。切れなくはないけど、ちょっと切っちゃうか。じゃあね、これで今回使うのは半分だけです。うん、大丈夫そうですね、今度は。あとはね、ここの先端パスって落とすだけで。ここにね、ちょっと今回使うんでね。ここはね、ちょっと美味しくいただこうかなと思います。そしたら顔面の輪郭いらないんで、次にここでまず落としようか。J60 の小物ケースってどれだっけ？あれ？ないぞ。あれ、造形セットしかない。あれ、ちっちゃい基本ケースのどこ行った？ちょっと待ちください。よいしょ、当世のどっこいしょーと。よいしょ。で、これはちょっと使うんで、一回車体の下にちょっと避難させておいて。前回もなんだこれ取っときゃよかったんですけど、前回ちょっと取っとかなかったんだよね、これ。ちょっと失敗したなと思ったんですけど。よいしょ。
一応新幹線量多いんで、そうね、4両、3両、3両って感じで分けれたら一番いいかなと思います。一回スリープしないですか、もう一回。ちょっとスリーパッド、輪郭分かりやすいんで。あとでね、乾かすときにスリーブ外せばいい。あ、ちょうどここいいな。ちょっとここにしましょうか。だけどもスリーブ押さえます。ちょっとね、中にこれガラス弾なんだ全部入ってて、ちょっと気をつけないと危ないか、危ない危ない。どれくらい長さでいい？ここからだとしたら、まあ結構これまでか。これ下地ないから見づらいのか。なるほど、白く塗んなきゃダメだったんだ。なるほどね。ちょっと待ってください。くっついちゃった。どっちにしろだな。しょうがないんで、ちょっと一回扇風機食べるか。ちょっと風でなびきすぎちゃう。にくいっすけど、まあ、貼る意味はないな、これもしかして。いや、背拍子っていう手もあるな。ちょっと待って。あー、こっちギリギリだな。そうですね、いいや、今回はこれ我慢しましょう。まあ、しちゃう。あ、諦めよう。よいしょ。一応これだけちょっと乾かしましょうかね。よいしょ。よし、じゃあ車両行きましょうかね。一応、そしたら顔面整形して。一応これ、アルコボさんの新幹線って基本的にこの新幹線の帯幅に合わせて作られてるんで、基本的に白い部分に貼れば全然問題ないんで。こういう感じっすね。こっち側から合わせて。こういう感じかな、多分。合うかな。多分これで合ってると思うんですけど。でも、ピッチの位置合わせて。もしかしたら車体の幅からでいいのかなかもしれませんね。じゃあ車体部からで、とりあえず全部入れちゃいましょうか。新幹線やるとね、セッター結構飛ぶんでね。しかも俺今回シールこれも指定席のやつ埋めちゃって貼ってるんで、これね外せなかったんで、ちょっとね、今回は指定席のやつ、まるまるこれも、ね、全部埋めたいと思います。これはでも遠慮なく躊躇することも大量に塗っちゃうっていうのがコツっすね。よいしょ、そしたら一回このゴミいらないから、ちょっと捨てましょうかね。うわぁ、最悪ゴミ漏れた。ちょっと待ちくださいね。ちょっと机を振り返ってね、デカールすぐに水吸っちゃうとまずい。よし、よし、これで OK かな。よし、OK。ちょっと扇風機軽くだけ回して。思った、車体を思いっきりこれ塗っちゃってるんで、もう一回だけ塗っとくか。このが、よし、じゃあ行きましょうかね。よいしょ。大丈夫かな。まず大まかに乗せちゃって、それから帯のね位置に合わせてこの透明を上に持ち上げれば問題ないんで、こういう感じですかね。あと気泡とかが入っちゃうんで、その場合はねもう水で伸ばすしかないんでね。綿棒でコロコロ入れてもありますけど、ちょっと今綿棒も手濡れちゃって取れないんで。
こんなもんでいいかな。一応パチスがこれでね、綺麗にずれたんで。まあ、ちょっともしかしたらね、ブイゼルが、下半身いける可能性ありますけど。でも、そうですね、ピチューとピカチュウの一撃にパチンスって多分これでブイゼルは消えちゃうと思うんで。ちょ、これデカル入ってるよ、ね、ここ。あ、そうですね、一応デカル乗ってるっぽいんで。それ間違ってはないみたいな。大丈夫そうっすね。どっちでも余計乗ってたらブイゼル消えるだけなんで。ちょっとだけピカチュウとピチューの頭の位置だけ。うん、これ大丈夫ですかね。で、これでちょっとね、乾くの待ってから、マークソフト乗って、ちょっとね、みっちり乾かしたいと思うんですけど。大丈夫かな、もう塗っちゃって。めちゃくちゃこっちの点線ボディのスーツっちゃってるんで、これは切りましょうかね。一応切り方はあるんですけど、乾かないうちにやるとね、危険なんで、ちょっと乾くの待ちましょうかね。乾くの待ちましょうか。ちょ、しばらくすればね、これみっちり乾くと思いますんで、ね。よしと。じゃあ次2号車いきましょうか。2号車と。でお水ひなしと。つけ拭いてと。2号車と。本当はこれ全部ね、縦線にここ先に切っちゃうっていうのもありなんですけど、それやっちゃうとね、薄線が見えなくなるんで、もしね、まとめて切る場合はね、薄くだけにしてくださいね。じゃないと、本当に、ラインが見えなくなるんで、横線がね。軽く本当に、スーって2回ぐらいですかね。そしたら、ここあとね、パキッと割れるようになりますんで。全然大丈夫そうですね。返し紙なしとかも来てるんで。まああと強いて言えば。そうですね、マスキングテープかなんかでこれ保護してあげないと、ね、結構これ金属定規なんで扱い的には結構、ね、危ないんで痛めちゃうと。別にここからいらないんで、ね、落としちゃう。ここちょっと切れてなかったか。キー、これで1枚になったので、あの寸法的にはでも車体の下からそうで良さそうなんで、ちょっと余ったね、車体の部分、まあ、ちょっと切っちゃって、であのまあ、なんつうの、合わせればいけ、問題ないんで。じゃあ俺ちょっと、俺の左からね、貼る派なんで。ちょ、ね、でもその部分もちゃんと塗りますけどね、多めに。まあ、多めに塗っとけばね、損はないんで。まあ、どうせ後で買い、これの調整300円ですからね。しかもこれまだ1本目なんで買ってから。確か1本目だよな。2本買ったはずなんだけど、1本なくしたか。もしかしたら2本目か。特に窓差しのここの縁とかは、ね、なるべく塗ってあげると塗りやすいんで。めちゃくちゃ儲かざるが盛り上がっちゃった。ちょっと気をつけて。
うのってね、なんか昔から苦手なんですよね、この裾から外すのって。まあ、どうやるのが一番いいかって言われたらちょっとわかんないんで、もう自己流になっちゃいますけど。どうだろう。先に手だけ拭かさせてもらって。あ、そうですね。向こうの、まあ、ちょっと切れちゃううちはしょうがないとしても。そうです。ちょっと上っぽい。この辺かな？透明でかるっすけど、境界線だけはうっすら見えるんで、ずらしたときにちょっとわかるんですよね、位置が。そこをなるべくね、こうやって水で伸ばしてあげれば。どうっすかね。ちょっと林がのここ浮いちゃったけど。ほんとコロコロかなんかあればいいんですけど、ちょっと現状コロコロないんで、ね。うん、悪くはないんじゃないですかね。位置的にもぴったりだし、まあ、ちょっともう飾るの手消えそうなんで、ちょっとかわいそうだなと思うけど、まあ、どっちに尻尾が切るか、ゴシャ番号切るかなんで、どうなんだろう、まあ、林嫁は確実に足消えますからね、これ一本。しかももう飾る、うん、大丈夫だな、これで。じゃこれで一応乾かしましょうか。見た目手拭いてから大丈夫そうっすね、ギリギリ。うん、これはうまくいったんじゃないですかね。まあ、ちょっと完全にね、あの、禁煙者マークが消えかかっちゃってるんで、もしかしたらもうちょっと見かもしんないけど。これちょっと今度、号車番号が消えるんですよ。どうだ、もうちょっと切ってみるか。あ、でも乾いちゃってるんで無理ですね。まあちょっとぐらい消えマーク潰しましょうか。そうですね。ポケモン殺すんだったら、禁煙者を殺しながら全然ましょう。で、こっちの方は、うん、大丈夫なんで、食べましょうか。いや、失敗するかなと思ったら、まあまあまあ、1回目はね、まだ守ってくれたんで、こんなとこね、過信せずに、うまくいけたらいいですけど。この時に、ね、空気抜きながらついでに塗るんで、ちょっと多めに塗っちゃいますけど。どうせ乾けば問題ないんで。こんな感じですかね。まあ、それでもね、ピーンと張って綺麗な、ね、状態なんで、あとでちょっと V0 ごめんなさいですけど。しっけ。尺的には、まだ17分だね。じゃあ3号車行きましょうか。3号車とか。こっちか。あ、こっちだね。この部分いらないから切っちゃいましょうか。ここは絶対いらないんで。ここと、あ、飛んできちゃった。ここの部分は、ね、いらないんで。なるべくね、机中での方が作業しやすい。よいしょ。ガール塗れたかも。スケープの忘れてた。やっべ。ちょっと気をつけていきましょうか。ょっとね、デカールそんなに塗れないんで、ちょっとね、皆様にやる前にちゃんとね、スケープ拭いてくださいね。俺みたいにあの失敗しなかったんで、やったんですけど。いや、危ない危ない。気合い張ってもね、こうやって事故が、ね、起きるんでね。もうちょっとここ点線切れ目を入れたかったんだけど、ちょっと怖かったんで、ね、薄く入れちゃったんで、ちょっと折って修正して。3号車は、まあ、アルセウスがここか、ここと、まあ、ピチュピカチュがここなんで、そうですね、今回はまあ、じゃあ右から貼りましょう、右側から貼りましょうか。なんか沈殿してるっぽいな、もしかしたら。ああ、ちょっとそこに溜まってきてるんで。
よし。これなんか、あれだな、座席シール消えちゃってんな。これ貼ってねえんだ、造血セットもしかして。やっべ、今気づいた。そうだ、シール足りなくて貼ってないもしかして。ちょっと待ってくださいね。ちょっと考えるわ、なんか。貼られてないの、こいつらだけっぽいな。ちょっと待って。確か、生えてるシール全部に買ったの。どこにしまったっけな。これ入ってねえかな、こんな感じ。いや、入ってる。なんか、富士を見つけた。ちょっと待って。小町じゃない。山袋か。いや、ないぞ、こんな感じは。あんのはカプラとシンデレラとキャッチャー絡みか。やばい。ちょっと待って。確か3号車ってどっちにしろ自由的なんですよ、山袋は。これも違う。こんな子かな。いや、これイモンならばどうせどうなんだ。ない。ちょっと待ってください。どこにしまったっけな。一応ね、デカールなんかこれまた塗ればいいみたいな。シールかなんかの中に見えるかな。シールあるぞ。あー、これ全部ナンプ用だ。どんだけナンプにシール持ってんだよ。これあんだけ買えばあるか。いや、加藤のシールっぽいのあるな。いや、これ違うわ、あれだ。ちょっと待ってください。ね、これ都営車用じゃん、これ別の用じゃん、これジオマトリックスじゃん、これは別のインデータか、で、これは何かのインデータか、で、これ加藤のシールじゃん、で、これも何かのインデータじゃん。あった、あった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 、よかったんですか。そしたらなんだけど、説明書は基本セットの中にしかねえんだけど、そうだ、あれ 3D 買わないって。確かに、あ、そう、あれ説明書ねえじゃん。造形セットの中かもしれない、説明書って。ちょっと待ってください。今回これ中古で買ったね、新幹線だったんで。そう、シールなかったんじゃないかと。あった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 。やまびこにする場合、基本的3号車は自由席ですね。じゃあ3号車自由席でいい。間違ってる、ごめんなさい、違った。どうせ大丈夫、字なんかちっちゃいから見えない。すげえボロいけど。一番最低なことを言うと、字なんかちっちゃくて見えない。ちょっと待ってください。じゃあこれだけちょっと一回避難して。ちょっと待ってください。自由席。あ、でまだ一応残ってるのか、2コマぐらい。じゃあこれ、1号車につき2箇所だよな、多分。裏表。どうせ2箇所っすね。オッケー、なんとか生まれた。よかった、リカバリーできて。マジで、冷やせドバドバ出てるわ。よいしょ、オッケー。いや、でもよかった、シール買っといて、よかった。よいしょ。
シールに挟まれてる量が多すぎる。まあそれでですかね、袋が足りなくなって今回ちょうど2本で買い物してるのに袋ももらいまくってたんで、今回何封だけ負けたんで、だから全部カプラとかシールこっちに入って何封入ってるんで、よかった。なんとか見つかって。じゃあもう一回練りましょうかね。まあ、ちょ一度塗ってるんでね、まあ、ちょっとカピカピになっちゃいますけど、まあ、すぐに、ね、塗れれば。こんな感じかな。チョキー。めちゃくちゃ悪そうです、自分ちょっと。ぴったりはまったんで、問題はないですけど、もうちょっとだけ下げるか。ギリギリまでね。しないと危ないんで。そうですね、一応悪そうですもちゃんとつけるで。問題ないっすね。いやー、よかったー。そんな軽いミスですんで。まあ、そもそもチラー貼り忘れてるのミスつけるのはあれだけど。よし、一回、一回行くか。よいしょ。じゃあ、一回2号車、ソフトは塗っちゃいましょうかね。大丈夫そうっすね。でもね、ソフトのあのマークセットのやつだとすっげえ汚いんですよね。まあ、これでもちょっとトップコート拭けばね、綺麗になるんで、全然問題はないんですけど。こうやって無駄にしてるからね、ソフトがすげえ速くなくなるんですけど。でもね、ちゃんと塗っとけば、剥がれたりしないんで、後でトフコート拭きますけど、ちょっと。うん、こんな感じかな。よし、今現在ね、3両とギリミスしないんで、セーフということでね。そしたら、一旦30分になっちゃったんで、動画切り替えて、ちょっと水分補給してね、今ちょっと2時半なんで、そうでタイムリミット3時なんで、あと1本ぐらいか、ちょっと取ってね、急いで片付けていきたいと思うんで、一旦終わりたいと思います。では、また次回の動画で終始ありがとうございました。